はい、こんにちは、堺井ギタースクールです。コミュニティみたいと思います。よいしょ。はい、こんばんは。音楽理論全く素人の疑問です。ふと思ったのですが、なぜいろいろな調があるのか。調が変わるというのは、歌で言えばキーが変わる感覚ですよね。そういえばキーが変わると同じ曲でも印象が変わるような、作曲家さんたちはそれを考えて曲を作ってるのでしょうか。取り留めのない質問で申し訳ありません。はい、まあキーが変わると印象が変わるっていうのはありますよね。それはねすごくあると思います。なのでまあその音へのこだわりっていうのは当然あるでしょうから、作曲家さんたちはそれを考えて曲を作ってるということで、合ってると思います。で、まあ、なぜいろんな調があるのか、まあ、全部波長調でやればいいじゃん的な、なんかそういう感覚ですかね。そういう感覚というか、そうじゃないの、そうしないのはなんでなんだろう。で、まあ、例えば歌物の曲で言うと、歌う人がいるわけですよね。で、その歌う人が出せる音域、っていうのがまあ決まってる。で、その音域に合わせて曲を作る必要がやっぱりあると思うんですよ。で、その歌い手さんが出せる音域をかなり外れてこう曲を作られると、まあ、結局歌えないわけじゃないですか。いや、この音域出ないよみたいな。で、そうなると、そもそも曲としてね、まあ、完成されなくなっちゃうというか。なので、歌物だったら歌い手がどの音域なのかっていうのが大事になってくるんで、それに合わせた調にする、まあ例えば波長調で書いてても、あ、この音出ないからメロディー変えようって、メロディーを変えるってね、こうわーっとこう、あ、こういうメロディーかっこいいと思ってメロディーを作ったとしても、あ、この音出ないんでちょっとこの音下げてくださいみたいな感じでメロディー変えちゃう、これはまたね、とんでもない話になってきちゃうわけですよね。だから同じメロディーラインで、だけどその歌い手が出せる音域で作る、まあだ、そもそも、一回作ったものをその人に合わせて調を変えるっていう変更というよりは、その人が出せる音域でメロディーを作るっていう方が僕はまあ一般的なんじゃないかなと思ってますけどね。それは作る人によると思うんで分かんないですけど、まあ歌物だったらね、そういう感じでしょうし、例えば、まあ、ギター曲、まあ例えばギター曲ってね、ギターのチャンネルなんだから最初にギターで話すればいいじゃんって感じですよね。ね、なんで歌に行ったんだろう。でギター曲になってくると、全部なんで調を変えるのかっていうのも、例えば調をギターって、まあ開放弦が何の音でとか、ミラレソシミっていう、まあ、開放弦があって、でいろいろこう調によって弾きやすい弾きにくいっていうのが当然ある。で、その弾きやすい弾きにくいの他に、開放弦をうまく活用したフレーズっていうのも当然ある。だからこれは楽器によってその楽器の特性を生かした曲を作るっていうようなことになってくると思うんですよね。ハーモニクスを使うとか、なんかこうハーモニクスでフレーズをとか、いろいろこうその楽器らしさを出そうとすると、自然と
あこの調で曲作ったら良さ出ないなとか、あこの調すっごい開放弦もうまいこと活用できるからなんか面白いフレーズすごい作れるとか、なんかそういうのはね絶対ありますよね、それぞれの楽器によって、うん、だからその演奏しやすいしにくい問題っていうのは作曲には大きく関わってくると思うんですよ。で、まあ曲を作るってことはやっぱり演奏するために作るわけじゃないですか、みんなこの曲演奏できないだろうふわははみたいな、そんな感じで曲を作る人も中にはいるかもしれないけど、うん、ひょっとしたらいるかもしれないけど、そのね作った曲をみんなが弾いてくれれば、まあねこう作った人ってまあ嬉しいんじゃないのと思うんですけどね、こうそれが世にふわっと広まってくれることで自分の作った曲がみんなの耳に届いてハッピーですよね、うん、なのでまあ基本的にはそういう感覚って持ってるんだろうなと思うんですけど、曲を作ってただこう、あこの曲超簡単だねみたいな、それはそれでなんか納得いかないみたいに思う人もたくさんいるだろうし、うん、まあどういう人に向けて曲を作ったのか、まあ、もしくは自分が演奏するために曲を作るとか、まあ、いろいろありますけど、でもやっぱり演奏可能な曲、効果的に、聞こえる曲とかってなってくると、やっぱりその楽器の特性を生かすっていうのが大事になってくるんで、うん、ってなるとその楽器ごとで向いてる調向いてない調っていうのは存在するでしょうから、ね、その辺でこう何調何調ってやっぱり変わってきますよね、うん、まあそんな感じはねあるんじゃないかなと思うんですよ。はい、いや僕も今特に考えをこうまとめて喋ってないからあれなんだけど、うん、まあざっくりこんなところはね関係してくるんじゃないかなと、ちょっとよくよく考えると他にも、あ例えばっていうこともあるかもしれないけど、まあいっか、うん、とりあえず2つ例が出せたんで僕としてはよしとしとこうかなと思います。はい、うん、なのでまあいろいろな調が存在するっていうのはまあそれなりの理由、あ調が存在する理由というか、うん、音が一つあればというか、全部で半音で12個の音があって、でどの音を基準として作るかっていう話になってくると、そりゃその基準を作った時点でいろんな音からスタートするとか、いろんな音に解決していくんで、まあ調は存在するよね。あのそういう調のないね音楽だってもちろんあるし、世の中にはいろいろありますから、うん、まあでも、うん、そういうことじゃないかなと思います。はい、というわけで、皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ。チャンネル登録よろしく。